7月1日の道路交通法の改正で、規制が自転車並みに緩和された電動キックボードのビジネスが盛況だ。利用者の拡大を見込んだ企業が相次いで新商品を発表しているほか、シェアリングサービスが都会だけでなく地方にも広がる機運が出ている。普及への期待が膨らむ一方、事故が増える懸念も指摘されている。電動キックボードは、モーターで動く板状の乗り物だ。6月までの規制は原動機付き自転車原付きバイクと同等の扱いだったが、7月から最高速度が20キロ以下で一定以内の大きさなら、16歳以上は免許なしで運転できるようになった。ヘルメットの着用も義務から努力義務になった。規制の緩和を受け、小型モビリティ開発のストリーモ東京は今週、新規制に適合した電動三輪車を売り出す。最大航続距離が30キロあり、時速1キロの超低速でもふらつかない安定性が売りだ。価格は税込み30万円からで、7月19日までに300台限定で購入者を募ったところ、応募は1200件を超えたという。担当者は想定以上の反響。法改正で関心が高まっているようだと話す。今後、さらに普及が進むと見込み、2025年までに年間3000台の生産体制作りを目指すとしている。7班も免許不要にしたら盛況になるよ。葬儀屋が10面に3万円出したら大型にアップグレードできるようにしてくれかな。その3万は教習所の保証に充てればいいから。事故多発で規制が厳しくなり、あっという間に下火になります。だからこそ今のうちに稼ごうって腹だろ。今売り切ったらいいだけ。アフターは考えてないよ。楽天やアマゾンのはみんな行動不可のものばかり。安いのが欲しいならドンキとかで買えばいいんじゃね。なんか不幸な事故があれば大騒ぎになって規制に逆戻りだろうね。どうだろう、最悪でも一度に一人しか犠牲にならないし、このせちゃりとか保育園のドナドナカートに突撃する可能性もある。歩道を歩いている老人と孫に突っ込んだら傾きが変わる。数センチの段差で積んのめって危ないから前輪を10インチくらいにしろよ。なんでラージホイールが少ないのかね。折りたたみ自転車と同じで人命よりも輸送コストの方が大事なのか。原付の2025年問題は何もしないのにこういう余計なことはよくやるね。何かしたのがこれでもあるよ。ある意味もう一度30キロ制限に戻せる機会でもあるからな。今までネックだったのは通学の高校生。これが OK なら電動自転車からペダルとチェーンを外したままチャリとか発売してもいいのに。利権だかなんだか知らないけど意味わからない規制が多いよな。何でもかんでも禁止する行政がこんな危険な乗り物を解放する不思議よ。俺んちの近くは多摩丘陵の末端で結構山坂がある。さすがに電動キックボードは見かけないな。平地が多い区部住宅街だが時々見かけるようになったな。流行ってるんだな。どの辺で使ってるんだろうな。渋谷とか新宿界隈かね。免許不要、ヘルメット不要、大盤振る舞いだな。実は田舎のおじいちゃんにも流行ってる。田んぼの様子見に行くのに便利なんだってさ。オフロードで乗れるようなもんじゃねえぞ。普通のチャリの方が圧倒的に良い。普及してしまえば容易に再規制はできないんじゃね。事故が増えるね。気をつけよう。歩道走んな。びっくりしたわ。せめて10キロ以下にしてくれと。たまに一般人もドン引きの規制感はあるよな。普通に丸むだろこんなの。危険運転は重罪にしてくれたら構わない。これってバスとか電車に持ち込めるの？自転車みたいに袋に入れればオケかと。観光に良いよね。1年後くらいにいろんな商品で揃ったら買おうかと思ってる。でも自転車置き場ならぬキックボード置き場というか、それも怖いからコインロッカー欲しい。乗るのは勝手だが事故った時の揉め事は法制化しといてくれよん。泣き寝入りになる未来しか見えない。電動キックボード買ったけどでかいし、やっぱ邪魔だわ。全然お手軽じゃない。処分ってどうすんやろな。無免許で乗れる動力付き車両は時速10キロのリミッター義務化しろ。使用エネルギーへの責任は免許の難易度に比例させるべき。無免で保険も自賠責だけだからな。不幸な事故が増えるぞ。都市部の高校も原付ぐらい免許取らせりゃいいのに。自転車の方が運動になるしバッテリーの心配ないし座れるから楽。電動キックボードも座れる。原付より速い無ナンバーでチャリが公道走ってるけど、どうなんだ？あれ？電動自転車は禁止なの意味がわからない。特定原付の規格を満たした電動自転車はある。免許不要、ヘルメット不要なの？キックボードより安全だと思うのだけどな。アシスト自転のせいで減った原付一種の代わり、自賠責や登録用の保険も電動キックボードで肩代わり。無免許でも自転車でも青切符切れるように法改正するから、減った警察の反則金収入もバッチリさ。せめてヘルメットは義務化しろって。事故に巻き込まれた車が余計迷惑するから。努力義務止まりです。交通関係って、他は厳しくなる傾向にあるし。キックボードはシンガポールなどで問題化してんのに、なんで緩くするのかわからん。利権言うけど、客を奪われかねんバイクや原付および自転車市場の方がでかいだろ。電動キックボードより完全電動自転車、みたいなのが爆走してるのを最近見かけるんだけど、あれこそ規制した方がいいだろ。原付みたいな速さで走ってて河川敷ランニングしてる時に惹かれそうになったわ。違法だから逮捕案件のはずなんだが警察は取り締まらないな。あれってバイクじゃね？って思って見てたけど危ないよね。そういうのは不審者情報の方に通報する。原付と同程度の免許制度でよかったのに。保険加入強制しろ。結局2種原付買った方がよくね。行動最強だぞ。置くとこない。
最高速度5キロに制限しろ。歩道モードは6キロだね。緑色に光ってる歩道モードらしい。どういう仕組みなの？手動なら誰もやらないと思うが、都内と都市部は禁止にしてほしいわ。ヨーロッパで事故を過ぎてやめる中ほんと頭おかしい。普通の勉強会で何にも学ばなかったのか？流行はいつも遅いのよ、この国。遊びに行ったが学びに入ってない。バイクや自動車、自転車と比べて利用者に対する事故率がどうなのか数年間調査してください。全然見ないぞ、走ってるの東京だけか？どう考えても原付の方が安全じゃん。バカなの？地方では全然見ない。自転車だと保険入ってない人がほとんどだけど電動キックボードは自賠責の義務あるよね。もしもの時を考えた場合自転車より電動キックボードはやった方がよくね。自転車だと車か火災とかに個人倍ついてればそれが保険だからほとんどついてるんじゃないかな。気づいてない人多数。任意で申し込まないとつかない保険もある。任意も何も自転車保険加入義務化してる県のが多いんだが、むしろ自転車で保険は入ってないと思う方がヤバいし知らないのもヤバい。今時車ですら任意保険入ってないやつも多いぞ。金がなくて。まあそれはあるわな。そいつらはヤバい超えてる。ちなみに個人バイは電動キックボード対象外だそうだから乗るならバイク保険加入か自動車にファミリーバイク特約つけないとあかんみたい。そんなんするやつのが少なそうだから電動キックボードの方が無保険状態だそう。自賠責だけでは賄えないし。事故リスクを事前に分かってる保険屋は当然やろね。歩道でブワー飛ばしてるアホがいた。逆走もいたわ。めちゃくちゃよ。自転車も含めて逆走は片っ端から取り締まってほしい。あと信号無視も。歩くのも命がけだよ。なんで避けなきゃならいのかわからん。ミラーついてないのね。振り向いた時はフラフラして危険だわ。原付並みの速度で走り回ってる電動自転車、あれナンバーもついてないけどなんなんだ。ありなの？車道歩道走りまくりなんだが港区。ナンバープレートもっとでかくして通報しやすくしてほしい。カリフォルニアでは免許が必要だったのにな。キックしないんだから電動キックボードはおかしいですよね。電動ボードですよね。乗り出しにキックする。違法電動キックボードしか見ないわけだが合法車って走ってんの？便利そうではある。っていうか EV 推進派なのにキックボードを規定するのはおかしいぞ。失敗を恐れるなじゃなかったの？自転車の方がずっと便利だぞ。通れる段差が大違い。歩道モードにせずに歩道走ってるやつ片っ端からしょっつけよマジで。こんなもんいらないから、125スクーター普通免許で乗れるようにしろよ。急制動と緊急回避の講習を2時間だけでいいよな。絶対に事故るだろくさ。まあ規制まで巻き込みにならんのだけを祈るしかないな。レンタルの浜田ナンバーついてるからいいんだけどナンバーなしのがガンガン歩道走ってる。都内湾岸エリアだが警官も一切取り締まりしないしどうなってんだ。あれもなんだかわけわからん。歩道を普通に走ってるし。免許ないから青切符切れない。反則金収入にならないし、ノルマも稼げない。法規制改定して青切符切れるようになるまでは、無法やろう。歩道で当選簿ゲーム。免許はともかくヘルメット耳が強い。した方が良いのだろうが。最初は高校生とかに広まって、いつの間にか外国人無双になりそう。免許いらねえし。免許いらんけどナンバー必要だから自賠責加入も必要だよね。いちいちそこまで自分で流行らん気がする。ただナンバー付き自賠責加入済みのレンタルは繁盛しそう。賃貸とかでキックボードレンタルスペース付きのとこたまにあるな。しょっちゅうロードで走ってるけど1台しかすれ違ったことないな。ちな埼玉、都内は走ってんの？前までスケボーガーが合わせて駅まで行ってた人がいたようなとこは、これに乗り換わったイメージ。埼玉はチャリが立ち漕ぎ爆速で道路脇を走ってるイメージ。あれはあれでこけたりされると怖いんだよな。日本大手メーカーがキックボード作ってないよな。なんで？電動アシスト自転車作ってる棚あたり、出すと思ってたんだが。両津部あたりで電動キックボードの事故動画見てきて。こんな危険な商品、まともなメーカーなら怖すぎて作れない。自転車は歩道ダメなのは笑う。ようこんなガタガタな道だらけでキックボード乗ろうと思うよな。単独事故からの車に轢かれても車が悪くなる交通弱者という言葉が本当に嫌いだわ。当たりはビジネスで思うけできそう。これ当たりは増えるよ。車気をつけないと。堀が役立たんなら正義マン YouTuber 頑張ってくれんかな。誰も望んでないのにいきなり振って湧いて気づいたら解禁してたからな。金の流れがすげえ気になる。誰が旗振り役なんだ。電動キックボード使ったことないが、タイヤが小さくて段差に弱そう。上り坂はどこまで行けるのか。急ブレーキでそのまま前に転倒しそう。この辺が気になる。上りは5超えるともうきつい。段差は道路上の鉄がきつい。あとバッテリー弱すぎて20キロ程度しか走れない。鍵も後付け必須でかなり面倒くさかった。しかし用途としては、電動スクーターの方が良くないか？タイヤの小さいタイプは歩道の小さい段でもでんぐり返し。世界じゃもう規制の流れだぞ。乗り遅れるな。海外はすでに無免許で乗れる小型 EV だからな。屋根あるから雨の日も乗れるし。足腰弱い高齢者が乗っている電動カーの屋根付き版みたいな感じかな。電動キックボード、最高時速50キロのモデルとかあるのな。上昇系、高重心、軽量で時速50とか、リッターバイク乗りでもビビるわう。これ保険なしで乗れるの？自転車と同じ軽車両扱いだから乗れるけど自賠責はちゃんと入っとけ。事故ったら人生終わるぞ。いや、こんな危なかしいの乗らないよ。
事故多発しそうだから保険どうなってんのかなって気になっただけ。お前らが騒いだ割に事故起きないな。チャリ並みに好き勝手に乗り回されたら怖えよ。公安のドライバー講習ではこれの問題と配達機の問題が今後続出するから気をつけろってやってた。セグウェイはガチガチに法規制して流行らせなかったのに、なんなんだこの差は。他国で規制が入り始めるとなぜか日本では緩和されるんだよな。農薬やワクチンとかも。道路の整備をしっかりしてくれるなら何が出てこようと問題にならんのに。ブレーキかけた時にバイクとか自転車なら踏ん張れるけど、直立で立ってたらそのまま投げ出されん。電動キックボード欲しいんだけど、まだまだ様子見よね。メジャーというか定番はこれっての出てほしい。定番は自転車か原付だぞ。自転車も原付バイクも持ってるよ。おもちゃとして遊べそうじゃん。電動キックボード危ないからやめてほしいわ。海外と違って日本は道路が狭いんだから危ない。つい先日もぶつかりそうになった。これ本当にやめれ。社会にとって害悪でしかないわ。警察も取り締まり増えて上はうはうはやろな。下っ端は仕事増えるからイライラしてそうやが、人が乗る分には俺に迷惑かけないならどうでもいいが、乗りたいとも面白そうとも思えんな。免許不要でもナンバープレートは必須だから、何かした時はバッチリ記録され逃げられんぞ。下り坂めっちゃ怖くね。さすがに降りて押して歩くとは思うが、そういうまともな感覚持ってる人ばかりが運転してくれるといいんだけど、現実は電動アシストは漕ぐのが嫌って奴らが乗るもんだぞ。そんな奴らが押して歩くと思うか。乗ってる奴見たことないんだけど。渋谷あたりにうぜうぜ。証券車はマジで危ないし難易度高い。免許の有無関係なく練習しないと即おだぶつ。これなら電動自転車を時速20キロまで免許不要にした方が良かった。自転車よりはるかに安全だと思うんだが、車体の重量や操作性考えると自転車よりはるかにいい。あのタイヤのサイズでそれはない。キックボードのタイヤのサイズでダメなら自転車とかもっとやべえだろ。キックボードは自転車よりサイズ小さいの知らないの？小さい方が危険だぞ。海外だと酔っ払いがガンガン歩行者引きまくってるからな。座れるように改造するやつが現れるな。すでに安で歩道走らずに車道だけを走るルールにしてくれ。普通は逆、免許証ないのに車道走るのはおかしい。歩道にゴミを押し付けんなクソドライバー。普通なら時速制限して歩道だよ。チャリンコ乗ってる時一時停止中に二欠してるこれに衝突されたわ。カゴ曲がった程度だけど、バカップルは盛大車道にダイブしてた。今考えたら金巻き上げればよかったわ。警察は呼んだの？いや、呼んでないよ。こっちは無傷だったし、カップル特に女が流血してたから、気をつけないと危ないよって言ったぐらい。呼んどかないと後で面倒なことになるかもよ。そうだね。一年以上も前のことだから問題なさそうだけど、次からは呼ぶようにしますわ。車運転してこいつら近くにいると怖い。どうせ歩行者と衝突しても当て逃げするんでしょ？こんなの禁止しろよ。引き逃げバカが一番悪いけど、それを強えなーって終わらすからだよ。救急車と警察呼べばよいよ。歩行者の立場から見ると、歩道を暴走する電動ママチャリに比べたらずっと安全。チャリも歩道走行時は時速6キロ以下に制限すべき。なんで？どっちも同じくらい危ないんじゃないの？なんで EV の時みたいに推進派がいないのか。環境に良いし金になる。チャリの方が環境にいいぞ。やっぱり駐車場の問題やランニングコストが保険や税金で高いからな。厳しそう。っていうか高い。5万以下じゃないと欲しくない。電動自転車より高いってチタンでも使ってるの？電動自転車より小さいだろ。小さく作るってのは高いんだよ。歩道でも車道でも一番邪魔なやつ。確かにちょっと近所のコンビニとか、半径 100m 1キロ以内のお出かけやお買い物に、超便利そうだもんな。普通に自転車でよくね。スーツケース型で三輪の出してくんないかな。安定性よくてコンパクトにできて持ち運びできるやつ。体力が衰える中高年者は乗れないし、少子化だと市場が伸びないんじゃね。アパート住まいとかは部屋に置けるから、盗難の心配がないし収納や駐禁スペースもいらない。そりゃ売れるわな。チャリと比べての利便性をあまり感じない。広いスーパーやホームセンターの中も走り回れるなら欲しいが、雨風しのげないもの20万以上も払えない。こけた経験があるものから言わせてもらうと、基本の方が安全面で不備がある。つっかえて前に倒れた場合受け身が取れない。これが怖い。後輪の両サイドに足の背棒みたいな足場を作って重心を後ろにしたやつ作ってほしい。今の電動キックボードは形は洗練されていない。それを解決するために後輪二輪の三輪車にしてんじゃないの。とりあえず電動系軽車両について販売店に動画の交通講習受けさせろって。飲み屋に泊まってる。キックボード増えそうだな。自転車とキックボードの飲酒検問が確実にされると思う。缶チューハイ飲みながらチャリ乗ってるアルチューワンサか見るけどな。足立区の日常。俺16になったら電動周板に乗って北海道旅に行くんだ。クラファンよろ。時速20キロって結構速いな。まあ安全性ばかり重視しないで、もっと効率を重視する社会になってもいいじゃないかと思う。自転車はヘルメット着用義務、キックボードは着用義務なし。自転車は電車持ち込み不可。キックボードなら簡単。ヘルメットはどっちも努力義務ありだよ。チャリでちゃんとネットしてるのはガチなのを除くと老人多いわ。なんだかんだ言って年寄りは真面目。事故した時にふさわしい責任を求められるのなら良いんじゃね。こういうの買ってもどうせすぐ乗らなくなるしな。充電するのが面倒だし、路上を走る乗り物はこまめに掃除やメンテしないとすぐボロボロドロドロになるよ。
これが面倒で買っても続かないやつが多い。ドローンは規制するのにこれはゆるゆる。自転車以上に免許なしが危なすぎるわ。高速道路でやってみた。するやつ。電チャリは規制するのにこれはスルー。なんなのよ。乗ってみたけど結構楽しかったよ。ただ最高速度20キロっていうのが想像以上に遅くて電気自転車にもどんどん抜かれていくレベル。あと自動車からはめっちゃ邪魔だと思われてるだろうなとひしひしと感じた。都内なら自転車専用道路が整備されてる道路以外で走らない方が良いとは思った。タイヤが小さすぎて慣性が足りないからフラフラするんだよ。8インチくらいにして車高上げろ。道路の端をタラタラ走っている分には問題ないんじゃないの？スピードも出ないみたいだし。自転車もそうだけどキックボードも免許制にまではしなくても講習ぐらいは受けさせないとまずいだろ。終わり。動画のご視聴ありがとうございました。